食べて昼ご飯ですね、昼ご飯を作ろうという企画になりました。これはですね、タケノコの酢水で、保存したやつだけど、これダメになりましたね。どう考えてもね、このね、これ何が悪いんかわからないけど、濁ってるでしょ。腐ってはいないですけどね、もうちょっとこれダメです。あのこれが柔らかくなってるからもう溶けてますからね、これはもう使えないですね。これ捨てないとダメですね。こっちはねまだ大丈夫みたい、大丈夫ですね。そのままタケノコですから、これがあの正月まで持ちますからね。ちょっとまずは水で戻して、水に入れて少し洗ってやんないとダメですね。あとは冷蔵庫に入れておけばいいですからね。普通の何と一緒ですね。何にこれね、水で少し洗ってみます。じゃあこれからちょっと作りますか。おいしいおいしいタケノコよりパスタを作りますか。ちょっと水でね、洗ってやろうかですね。タケノコ入りのパスタ。トマトも入れっか。トマト入れるか。ちょっともうこのぐらいしかないですね。でも美味しいんじゃないですか。トマトじゃあ一つ入れちゃおうかね。二つ入れちゃおうか。ね。それで、トマトが入って、タケノコと、あとなんだろう、セロリの葉がね。セロリの葉がね、十分ありますから。もうちょっとこのぐらい入れちゃいますか。このぐらい入れちゃいますか。このぐらいね、このぐらい。香味ちょっとすごい量だな。でも美味しいんじゃない。セロリの葉に、ナスが入る。ナスが入る。セロリの葉でナス入れて、これがあれですね、売ってたやつで、こっちじゃなくてアラビアータも買ってあるんで、これとアラビアータ使おうか。アラビアータ、アラビアータ、はい、これですね、これ使いましょう。で、パスタを入れますか。まず最初のパスタを入れたら、お湯沸かすとこから始めないとダメですよね。お湯を沸かして、それからゴーゴーゴー、よいしょ。我が家の万能鍋ですね。万能鍋、万能鍋。これはここ横になって入ってくれるんでね、深くなっていいから、よいしょ。じゃあ始めますか。OK。 これはあれですね、トマトの、トマトで玉ねぎ、玉ねぎ1個しかないね。じゃがいももやっつけるか。うめえだよね、じゃがいももね、一緒に煮てやっても。まあ、なんで言うか、もう今日はあれだね、あれがあるから、タケノコあるから、いろタケノコぐんだん、やっぱパスタはね、やっぱ美味しいよね。何が美味しいかといって、パスタほど美味しいものはあんまりないよね。そんな大層なもんじゃねえよね。よいしょ。トマトを2つぐらい使っちゃいますか。トマトはどうしようかな。最後に入れてクタッと煮るか、最初から入れてぐちゃぐちゃ煮るか、どっちがいい。まあいいじゃん。だいたいこれで、勢ぞろいですね。勢ぞろい。もうちょっとなんか欲しいね。生姜入れようか。ジンジャー、ジンジャー、ジンジャー、ジンジャー。
キノコあるよ、キノコ。キノコ神社、玉ねぎまだ半分あるね、これね。玉ねぎ、人参。これも入れちゃおうか。人参入れて、ピーマンも入れよう。それピーマンなくなります。ほっ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 。お前の考えてることぐらいみんなお見通しさ。お見通し。すごいね。ちょっとお見通しが進みましたね。もうね、玉ねぎ半分が出てきましたね。玉ねぎ分だんとやっぱガーリックオイル作らんといかんな、先にな。ガーリックオイルを先に作らんといかんぞ。ピョー。ニンニク軍団。おお、なんか落ちた。ニンニク軍団。やったー。新しいニンニクに行かないとダメだな。で、オリーブオイルとニンニクをね、じっくりと炒めて、まずはガーリックオイル作って、それは、いいことだろう。よいしょ。パスタに絡めないとダメですね。これが一番大事。同じ鍋使いますから、同じフライパン使いますからね、ちょうどお湯が煮立つまでにちょうどうまくできます。キノコがちょいと入るとパスタはうまい。人参5号。お、なんかこれで、これで大体あれだね、勢ぞろい軍団だね。勢ぞろい軍団、勢ぞろい軍団。やっぱピーマンも入ります。これだけ入ればおかみさまも、神様も文句言われろ。はい、じゃあちょっと始めますか。まずここにあります、これが岩田岩尾くんね。岩田岩尾くん、はい、こうです。で、ニンニクくん、はい、こうです。オリーブオイルくん、ちょっと待ってください。オリーブオイルくん、これです。オリーブオイルくん、オリーブオイルくん、ペペロンチーネくん、これね、ペペロンチーネ、アリオオリエペペロンチーネ、よいしょ。これじっくり見ましょう。しっくりいけ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 、どんどんいけいけ、どんどん、パスタがどんどん。どうしよう、ここまでやってパスタなかったらもうなんかあれだよね、あやーって感じだよね。タケノコちょっと多いような気がしますね。タケノコ軍団、タケノコ軍団はちょっと少なくしようか。これ、しばらくの間食べますからね、タケノコね。これが美味しいんですよ。水煮にしたやつですからね、そのまんま。タケノコ軍団、このタケノコ軍団は。レッツゴー。1個ダメになっちゃったね。でもしょうがないね。これだけで今。はい、行きましょう。明るくしよう。
明るいナショナル。これパスなかったらあれだよね、反逆罪に問われますよね。ありました、かろうじて3人前はあるね。2人前だね、これはね。これね、こうやって火はもう弱火で、あっという間にこれ焦げちゃいますから、その方にこれはあれで使うかな、これで火ペースだ、ちょうど小さいボールがこれしかないか、ちょっとあんま同じボール使ってるとね、あんまり気に入らないけど、もうこんなでいいですね。はい、OK。さあ、岩奥が取れて、はい、シングルンダーン。よいしょ。はい、OK。シングルンダーンで。どうしよう、以上の弱火ですわが、こっちですね、ちょっと先にこれをやってるのかな、ボロネーゼ風にしようか、ちょっとミルク入れてるんですよね、ボロネーゼって、ボロネーゼ、はい、やっぱちょっと粗みじんにしよう、こっちの方がうまそうじゃろ、よいしょ、はい、こんにちは、はい、あとでね、セロリも入るんだな、セロリは1分入れる、茎の方は早めがいいね、じゃあパスタはまず入れますか、これ強火にね、ボロネーゼリンだ、ダッダダ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 はい、はい、じゃあどこから行く、たまらないんだろうな、まあ生姜もちょっと入れた方がいいね、今後はみんな食っちゃいますからね、ちょっと油で揚げる感じにしましょう、バー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 、いいね、よし、 OK、 じゃあマネジメントしてね、タバラで人間パヤッパー、タケノコも入れちゃう、入れた、今、味が入るものはみんなありますね。全然全部入るじゃん。どうぞ。まあ、ええじゃろ。ちょっと、竹の子まだ、火の香りがしてるよね。それもまた美味しいかもね。自分のいいように、解釈するではない。
おお、逃げた逃げた。逃げるな。まあ、いい香りだ。生姜の香りがね、最高ですね。で、セロリだね。ナスいらねえな。セロリもうちょい細かくいらない。はい、セロリ。香味野菜がね、たっぷり入った美味しいパスタになります。ちょっとニンニクはもう入れちゃおうかな。こっち強火の方がいいね。よいしょ、こっち強火ですね。こっち強火でいいですね。よいしょね。ほら、あー今いらねえな、セロリ入ったから。まずいだろう。ちょっと入ってもよかったね。ないけど。しょうがない。あれ、トマトここだよな。一個でいいね。大丈夫だろ。ちょっとオリーブオイルでね、揚げっぽくしてあげた方が、大丈夫だろ。うん、水っぽさがね、どんどん消えていきますから、ちょっと赤ワインだね。赤ワインで少しだけ味を入れて、おいしさが俺たちのものになる。これ赤ワインで少し味を入れて、美味しさが俺たちのものになるという歌ね。まんまやん。
まずこっちからいきましょうね。これはみんな使ってます。そうです、ちょっとほんとにこれだとね、ちょっと足りないんですね。んで、これは店で拾ったやつ売ってたんだよ。置かねえよ。いや、置かない。どっちだ。これちょっと怒られたね、置かない。来ました。じゃあ、ここに。ああ、トマト缶で入れ方もあるけどね、こっちの方が簡単味がもう決まってるからね。うん、なかなかいいじゃん。 OK、 8分経ちました。とんでも8分。はい、じゃあこっちでよいしょ。ね、こっちね。はい、カッターを始めて、この辺りの下はちょっとこの足ゆでじゅうに入れてあげるとちょうど浮かんでだろう。うまそうじゃろ。全部何本ですね。はい、こっち側も。意外とあるでね。このままだとね、ちょっと味が面白くないんで、ここの上澄みをね、伸ばしたの上澄みを入れてやって、パスタ自身にね、少しだけ味を入れてあげるとうまいですよ。まずじゃん。はい、ということで、はい、美味しいパスタ出来上がり。ソースこっちね、ということで、食べたい人は食べよう何言ってる、みんなで食うよ。あんま熱いとね、茹だっちゃうから。ガーリックオイルがきれいに巻いておるから、こんな感じでいいでしょうかね。これに、はい、こちらのね、トマトソースを、あ、味見してね、を使って、美味しい美味しいパスタ食べるぞ、ございませんかじゃあね。ということで、皆さんも美味しいお昼ご飯食べて元気過ごそうじゃございませんかじゃあね。バイバイ。まいちゃん、バイバイ。